ンタスチャンネル。皆様ごきげんよう。ごきげんよう。またまたここやってきましたよ、はい、やってきました、はい、ただこれは、はい、こうちゃんの、はい、リクエスト、リクエストね、うん、今日社長のところですよ、ここはまた、はい、今日は社長の時給4万円で片付けさせてもらって、はい、今もうこの状態なんで、ね、次また時給4万円で雇ってもらおうかな。高いな。はいはいはい、だからまた片付けに行きます。はい、ありがとうございます、はい、でですよ、はい、先週土曜日の、札幌一レース、はい、ファンタストチャンネルの次期エースですね。もう嬉しいですね。やばい。シンティレーション、はい、2歳未勝利、芝 1800m 出まして、はい、コースタートからそのまま先頭に立って、はい、4コーナーも手応え十分で、で、見事1着でゴールにしました。なんか声弾んでますね。当然ですよ、当然ですよ。で、時計がね、はい、またなんと1分49秒1ということで、めっちゃいいタイムやん。そうなんですよ。その当日の、3歳以上の1勝クラスが1分49秒5で、あ、そうだ、0.4 秒早いんですよ、シンティレーションの方が、はい、で、シンティレーション最後追ってないですから、うん、はい、で、人間で言ったら小学生のまあまあ足速い子が、うん、そうですね、中学3年生の大会に出て、まあ、中学3年生と小学校6年生の大会が同時にされてて、小学校6年生の子の方がこの中学3年生のタイムより速く走ったっていうぐらいの、今人間でいうとね、あの感じなんで、シンティレーションおめでとうございます。期待できますね。そうですね、で一旦ね、放牧には出るみたいなんですけど、はいはい、ただまあまああれはもう確実に重賞でも上位を賑わしてくれるね。で、ネット上でもちょっとね話題になってますよ。あ、そうなんですか。はい、シンティレーション、これ大物かも。やばいな、そうなんですよ。ロードカナルは、ロードカナルは第2のアーモンドアイ。ありがとうございます。ありがとうございます。あ、でも今のところアーモンドアイと全く一緒なんですよ。新馬戦2着、未勝利戦1着で、黒のメイコ、あ、一緒なんです。あ、あれシャドーロールでしたけどね。アーモンドアイは、あ、シャドーロール、はい、はい、まあ、そんなこんなでシンティレーション、これからね、皆さんぜひご期待ください。おそらく来年、春の大賀賞ね、はい、出ると思います、はい、まあ、出るとなったらね、また前日行かないとダメですね。そうね、ね、ハンバーガー食べながらですか。まあ、ということで、はい、まあ、それと、次、ちょっと競馬予想じゃないんですけど、はい、ちょっとね、間空いちゃったんですけど、コンボ不動さん、はい、まあYouTube 界隈ではね、競馬 YouTuber はやっぱりノーザンファームとかあの辺のお話ばっかりされてるんですけど、我々は金牧場さんですよ、やっぱり。そうです、はい、その金牧場さんの、生産馬が先週、サマーセールに、上場されまして、はい、その、ね、結果をねちょっとお伝えしたいと思います、はい、まず、チアーズスワローの2020ということで、お父さんジャスタウェイ、はい、こちらが900万円で 落札されました。おめでとうございます。で次、ティンクルハートの2020、お父さんヘニーヒューズ、いいな、これ今ヘニーヒューズめちゃくちゃ注目されてるんですよ、ね、やばい、馬格がすごいみたいですね。うーん、でこちらが、650万円で落札と、はい、続きましてパルティールの2020、これお父さん、ゴドルフィンの、ひどっこファインニードル、スプリンターズステークス勝てる、はい、そうですね、はい、こちらです、はい、お父さんファインニードルで750万円、で、フェイスマークの2020、こちらお父さんモーリス、あ、最高ですね、はい、こちらが700万円で見事落札と、はい、で、ビューティーブロンドの20、はい、こちらがお父さんシルバーステート、お、シルバーステートです、なんでシルバーステートつけられてるんですよ、買って買って、いや、これもう落とされました。あ、そうなんですよ、はい、買ってほしかった。こちらが200万円とね、もうちょっとついてもいいんじゃないかなと思うんですけど、もうちょっと、ちょっと安すぎますね。そうなんですよ、まあでもね、見事落札されたということで、はい、あとまあ一等ちょっとロゴマークの2020っていうのが、はい、虫取りになってしまいまして、はい、まあまだ売れてはないんですけど、はい、次、秋のオータムセールっていうのがあるんで、そちらの方に回ることになってます。はい、で、あとちょっとね、こうちゃんにちょっとお伝えしたいのがね、はい、このね、ロゴマークっていうの、あとフェイスマーク、はい、これね、お母さん、これ両方のお母さんがステレオタイプっていうお母さんですよ、はい、なんと、この2頭とも安田記念激走で買ったロゴタイプの兄弟です。あ、そうなんですか。そうなんです、はい、
で、もう一個あるんですよ、ティンクルハート、うん、これ、お母さん、なんか聞いたことないんだよ、お母さん、ファルナプシス、やばいね、そうです、お父さん、サンデーサイレンスです、もうめっちゃ好きなでしょ、でしょ、これをお伝えしたいなと思って、これも買って、合計850万円、ちょっとあのお金持ちの皆さん、あのご融資お願いします。お願いしますまあそんなこんなで、まあ今週もね、ちょっとね、すみません、今日僕ホワイトボード忘れてきまして、はい、まあどっかこの辺かこの辺かに、はい、はい、買い目は、予想は載せるんですけど、はい、僕まずは日曜日の小倉ミスターステークスの予想させていただきます。そうじゃないもんね。はい、ありがとうございます。で、本命がソリッドグロー、はい、これ関東馬なんですよ。で、関東馬って小倉ミスターステークス全然買ってないんですよ。でもなぜ本命かと言いますと、これね、先週買った我らがシンティレーション、はい、合わせ馬一緒にしてる馬なんです。あ、そうなの。ということはもう本命にしないと知らないでしょ。その通気教えて、合わせ馬してどっちが勝ったの。あ、もうあのいい勝負ですね。いい勝負です。あ、それぐらいやった。そうですね。前走このソリッドフロー、はい、芝線 200m 新馬線で1秒ぐらいちぎって勝ったはずなんです。確かに。だからここでも勝てばシンティレーションの評価もまた上がるんじゃないかと、はい、思っております。楽しみのね、はい、だ 期待も込めての褒めです。はい、で2番手、スリーパーダ、3番手ナムラクレア、以下ショーナーマンハ、インプロバイザー、デュガということで、このデュガっていうのが今流行りの、馬娘、はい、こちらの、サイバーエージェントの社長藤田さんの持ち馬です。で、高額馬で新馬戦で使わなかったんですよ。このいきなりオープン走らしたんですよ。フェニックス賞っていう小倉の、それで3着来ました。ほんでこれで権利を取ってきてる。権利は取ってないです。でもここでショートオースなんで、はい、あの、はい、入れました。はい、で、買い目が、その僕の本命ソリッドグローの一等軸の3連服流しで、以下、印ところ5等の、合計10点ということで、はい、こちらで勝負したいと思います。はい、まあ、この辺かこの辺に書いてますけど僕の、汚い字ですいませんで、引き続きまして、日曜日新潟記念、はい、で、なぜ今日ここに来てるかというとですよ、はい、この新潟記念で、はい、ね、はい、我らがファンタストチャンネルのこうちゃん対、はい、我らがファンタストチャンネル準レギュラー社長のもう正レギュラーです。準レギュラー、まだ準レギュラー、まだね選手が当たったら言っても1番人気、2番人気、3番人気のワイルド、これは認めれません。ああ、まだね、だからここでです。頑張ってたらいい。ここで皆さん勝負してもらいます。はい、こうちゃん対社長、勝負です。新潟記念、はい、じゃあまず、まあ、まあ我らのこうちゃんからね、あ、はい、予想と買い目を発表してもらいましょう。はい、はい、新潟記念、12番の夜叉丸、本命ですね。菅原、はい、まあ、本命とか、まあ、4等4等選んでるんですよ。4等4等選んでるんですよ。夜叉丸、はい、はい、ほんで13番クラベル、はい、横山、はい、お父さんね、はい、ほんで17番当選数量横山和樹、和夫、はい、ほんで9番アドマイヤーポラリス三浦康生、はいはい、これで、いや後ろにもう神さんついとんすよ。いやいやいや、まだまだ山の神どう言うとんちゃいますかい。じゃあその山の神の4頭発表してもらいましょう。はい、いきますよ。はい、2番ザダル。ザダル、はいはいはい、はい、まあこれ何本命かな、分かんない。まあ1番人気は2番人気ですね。そうですね、はいはい、で5番のリア・アメリア、あ、シルクレーシー、シルクレーシー、はい、はい、で8番のギベオン、ギベオン、はいはい、はい、で12番のヤシャマル。あ、ヤシャマルだけ被りました。そうなんですよ、はいはいはい、でも生まれんやから、はい、そうなんです、両方当たるってことはないですね。そう、これ対決にはなるんでしょう。なりますね、はい、ただ両方外れるっていう可能性もダイレクトね。こういうことが今度来るときは一人で喋ってるってことで、あ、僕ますか、はい、僕当たるとは限りません。当たるって言う、いやいやいやまあ買えば当たるからすいません、先週外れました。まあまあ外れてるけど、いやいや、はい、2着のまま選んどったでしょ。あ、1着2着は入ってました、去年の、はい、あの18になるね。あれはもう素晴らしい、はいはい、正直ただ本命来てないんですよ。あ、そう体勢浴びにいる、来なかったっす。あ、はい、そこだけが言いたいところです。はい、はい、ボックスセーター当たってました。あ、まあ、まあそんな感じで、はい、今週はね、皆さん、まあ、最近ね、コメントでもこうちゃんのこうちゃんというお話とかで、社長選手で言ったらなんか、まこ社長はどうのこうのってコメントも来てましたから、ね、
人気も、ね、人気者のこの2人の対決ということで。なんか社長のほんまに。なんか分からないですけど。でも素敵で。いやくるくるパーマが。やめなさい。ほら、神田でおっしゃる。そう。でも今週ね、僕、このチームの会社で消えるんで。あ、ほんまや。なるほど。ファンタストピです。ユニーも来てますよ、ユニーも。なんとか勝ちたいなと。なるほど。会社でお願いをして。ちなみにこれすいません、あのファンタストじゃないですけど、僕自分でデザインしました。おーすごい、かっこいい。後ろこんな感じです。いやかっこいい。おー、はい、イエーイ。ありがとうございます。こんな感じです。はい、まあ、そんなこんなでですよ、はい、まあ、今週、こうちゃん対社長の対決がありの、はい、まあ、僕の小倉2000ステークスの予想がありの、はい、ということで、まあまあ、こんな感じで競馬予想を見ていただけたらなと思います。はい、はい、お願いします。で、まあ、9月の中旬ぐらいからですかね、ファンタストチャンネル、なんとコラボ祭りに入ります。やりました。多分ですけど、もうユニーあれやな、10月いっぱいぐらい下手したらコラボ祭りになる可能性あるよね。可能性もありますね、死ぬほど取ったんで。これからもあるし。そうね、多分10月まで行きますね。10月いっぱいぐらい、もしかしたらもうファンタストチャンネルとどっかの コラボ祭りになるかもわからないんで。すごいですね。はい、まあ1ヶ月は最低コラボ祭りだと思います。はい、楽しみにね。そうですね、見ていてください。はい、はい、ということで、今日も、社長のところからお届けしましたけども、はい、まあどっちかが当たるように僕は願っております。はい、はい、でファンタストチャンネル当たったねと来週、言えるように、まあ、はい、ね、はい、していきましょう。はい、はい、ということで、はい、こうちゃんと社長、はい、決着ついてほしいなと思っていただいた方はね、高評価をよろしくお願いします。お願いします。両方外れたらチャンネル登録の方もよろしくお願いします。ありがとうございます。ということで、次回またお会いしましょう。さよなら。さよなら。ありがとうございました。